ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいワル先生の今週の一発予想で、なんと幽体離脱でおなじみの大島さんにお越しいただきました。大島さん、今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございますですね。もう初めてですので、はい、新年明けましておめでとうございます、ね、今年もよろしくお願いいたします。今年もあれですか、はい、やっぱ幽体離脱をちょこちょこやっていくような。そうですね、幽体をこう入れ込みながら、入れ込みながら、いよいよこう牛年がスタートしたなと。あ、年男、まあ、ですね。はい、うんうんうん、まあはめ込みながらですね、はい、ちょっとお付き合いいただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ今日も、株ですね、お話はね。そうですね、はい、今日もクリック株365の、はいはいはい、お話ちょっと進めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ早速ですけどね、一応先週、まあ1週間、うん、もうちょおさらいっていう形でですね、はい、まず1月の5日に例の上院の2議席、はいはいはい、争うこのジョージア州のですね、はい、決選投票、うん、これ行われまして、結局民主党が2議席を確保して、はい、ということでもうバイデンさんの当選がもうほぼ確実で、うん、再度手続きに入りましたよと。いう形ですね。まあトランプさんもさすがにね、いろいろこうね、うん、議会の乱入だとかなんとかいろいろこうなっちゃいましたけど、はい、はい、まあいよいよこうバイデン政権に向けて、うん、始まったなというところですよね、うん、ただ国内ではもう先週の7日に、ついにまた非常事態宣言出されちゃいましたね、はい、なんか拡大してますね。本当ですね、まあ、これ最初は1都3県ということで飲食店の時短営業ということと、あとイベントの自粛とかですね、うん、まあ、8時以降外出の自粛とか、はい、まあ、ただ今ね、1都3県だけじゃなくて、うん、名古屋やもう全国的に自粛、うん、もう非常事態宣言っていう動きにはちょっとなってきてますよね、うん、なんか毎日毎日ね、過去の記録更新してるみたいな状況になってますね。はい、ですね、いよいよ簡単にこう4桁になってきちゃいましたもんね、うん、ただ実際ちょっとどうなんですかね、街の声、まあ、渋谷の人出だとかいろいろ繁華街の人出なんかね、テレビでよく出てますけどね、うん、あんまり極端に減ってないような感じですよね。なんか1回目の緊急事態の時の方が全然人手は少なかったみたいですよ、うん、そうですね、なんか慣れちゃったんじゃないですか、みんな。なんかね、もうね、それはあると思います。コロナ慣れしちゃったんじゃない、コロナ免疫みたいなね、うん、ついちゃってる感じですよね、うん、まああんまり良くないことですけどね、これはね、うん、まあ再度ここでやっぱり気を引き締めてね、はい、皆さん、まあ基本的なね、マスク、外野、ソーシャルディスタンスなんかも皆さん気をつけてるとは思いますけどね、うんうん、あと週末に雇用統計、はい、イベントがありましたけど、うん、これ大手の、まあ、証券会社なんかではだいたい雇用者数5万人から10万人増じゃないかって言われてたのが、蓋を開けてみたらもう14万人減少ということで、うん、あと失業率に関しては 6.7 で、まあ、前回と同じだったんですけどね、うん、ただまあ長谷先生もよくおっしゃってますけど、ここのところこういった雇用統計なんかのイベントで、うん、相場がこうぶれないんですよね、うん、まあ、いい材料でもこうネガティブな材料でもね、うん、そこら辺がちょっとなんか物足りないなっていう感じはしますよね、うん、けどどうでしょう、これね、ひょっとしたらバイデンさんになって、雇用統計がすごい、なんか、相場が動くんじゃないかなって僕思っていて、あ、はい、なんでかって言ったらね、はい、雇用統計が動かなかったのって、やっぱトランプツイッターの方が破壊力があったから、ああ、なるほどですね。トランプさんツイッターでみんなね、追いかけてたじゃないですか。ありますね。はい。もう今度でもアカウントね、ロックされましたね。ロックされましたね。ロックされましたね。ついにね。そう。うん。まあ、影響が、ね、まあ、でもトランプさんからの発信はもうね、あんまり影響力がなくなってくるでしょうけど、ただバイデンさんは本当にもしかしたらっていうのはありますね。うん、バイデンさんのツイッターってあれですか、フォロワー数どんだけいるか知ってます？あ、知らないです。いや、ツイッターやってること自体も知らなかったですけど、バイデンどれぐらいあるんですかね。調べてみたいですね。わかんないですけど、あ、そうですね。トランプさんがね、相当影響力あったから、それと比べたら多分大したことないと思うんですけど、うん、ちょっと調べてみたいです ね、 ね、どんなことをつぶやくのかね、うん、
まあ、あとちょっと株 の, あのチャートの方もね、今度テクニカルのチャートを今日はお持ちしたんですけれども、はい、あのクリック株市場365の日経225、うん、これあの今日は一目均衡表あの持ってきたんですけれども、はい、これやはりコロナショックでズドーンと雲の下に抜けた後に、やはりリバウンドで戻った後はずっとこのテクニカル的には雲の上での相場展開、うん、そうですね、これも上昇トレンドずっと継続中ですよね、はい、はい、まあ、あと相場のジンクスですけどね、このチャートをやっぱりまあ10人が見て10人ともここら辺の高値ではちょっと買いづらいなと、あの将来的にはね高いなと思ってても、うん、やはり一旦修正安なりこうはしご外されちゃうんじゃないかなっていうようなね、うん、あのやっぱ買えない相場っていうのは高いっていう、ちょっと怖いですよね、そうですね、ここまで上がっちゃうとね、まあ誰しもやっぱりね心理的にはこうしたところ、はい、修正局面で買いたいと思うんでしょうけど、うん、ただなかなか今度下がったら下がったでもうちょっと下がるんじゃないかとかね、うん、まだ下がるんじゃないかっていう気持ちが出てくるので、うんうん、なかなかこう高いと思ってもすんなりとやっぱり買えない、はい、うん、まあ、相場っていうのはまだやっぱりこう上がる可能性は高いなと。そうですね、もうそこは心理戦ですよね。心理戦ですね、ね、でみんなそう思ってるでしょうからね。そうですね、まだ買えないまだ買えないみたいなね、もう金曜日の、ね、舞台から飛び降りた気持ちで買ったら本当に下がっちゃったりしてね、うん、ただ意外とまあそういう買えない場面でこうポジションを持つ方がこう、はい、プラスになることのはやっぱ多いような気がしますけどね、うん、展開的なですね、はい、はい、まあ、それであとこう今月中ねこれからこう控えてるイベント、うん、もうちょっと整理して持ってきたんですけども、はい、まずあれですね、これからいよいよ1月20日、うん、バイデン新大統領の就任式ですよね、はい、うん、ついにやるんですね、ついにね、うん、まあ、トランプさんは出席しないって言ってますけど、まあ、これ今回はもうホワイトハウスも議会ももう民主党一色ブルースウィープっていうことでね、うん、これからやっぱ積極的なこう財政政策、はい、行うんじゃないかっていう期待感はありますよね、うん、ただあれですよ、ちょいわる先生もおっしゃってましたけど、いやバイデンさんもう年が年だから、うん、でしかもこの大変な状況の中での大統領就任じゃないですか、うん、4年持たないって、うん、まあね、そこはちょっと懸念するところですよ ね、 スタミナっていうかね、うん、精神力でやっぱこうなんかトランプさんみたいなパワーがあんまりね感じられないんですけど、うん、まあ、でもどうでしょうね、そこはなんとかこう、ね、うん、あの周囲のこう助けというかね、はい、優秀な人材を揃えてカバーするのかどうなのか、うん、まあどうでしょうね、息切れしちゃうんですかね、うーん、4年間厳しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、確かにね、だってもう任期中にだって80歳超えちゃうってことですね、まあ、あとそのその次ですよね、20日の次がまあ26日ですかね、はい、アメリカ FOMC、うん、これはあの前回 FRB の議長だったイエレンさん、うん、この方が今度は新あの財務長官に、はい、あのバイデンさんに指名されましたんで、うん、ほぼまあ現状のこう金融政策っていうものは大体継続、うん、あのまあハト派のね、はい、イエレンさんですから、うん、金融緩和路線っていうものをこのまま継続していくっていうことで、あまりこう大きな政策の変化っていうものはないのかなという感じはしますよね、うん、ということはだから今まで通りの流れが、はい、継続していくのかなという感じですよね、うん、まあ、最後にあのちょっと懸念材料というかね、あの月末近い28日に今度アメリカの GDP があるんですけど、これはあの新型コロナここのところすごいまた感染拡大しているので、うん、その影響で、まあ、一時ねちょっとかなり予想の方も、従来の半分ぐらいじゃないかって言われてましたけど、まあ、去年の年末ぐらいにあのゴールドマンサックス社なんかもちょっと 5% ぐらいまでね、うん、予想を引き上げたりなんかして、はい、あのただそれでも場合によったらこれがきっかけで少しこう修正の動きになるかもしれないっていう、うん、まあ、懸念材料としてちょっと持ってきたんですけどね、はい、まあ、でもある程度ね事前予想がこういう形で出てるので、はい、発表が出てもそんなに大きなこうインパクトというかね、うん、のはないかなという感じもありますけどね、うん、はい、
じゃあそのアメリカ株の方を見てみましょうか。はい、アメリカのチャートもこれも同じく一目均衡表で持ってきたんですけども、これもねやはりあの一時トランプさんがそのコロナに感染したところで一旦その雲の下に抜けちゃったんですけどね、その後も奇跡的な回復をしたということで、その後はもう雲の上にずっと抜けたまんまのこの、まあ、上昇トレンド、これがあの継続中ということで、まあ、今日もねあのクリック株市場っていうのは祝日でも動いてるんですけど、今日はね多少、日経225の方で約200円ぐらいマイナス、あとのニューヨークダウの方でも今200円弱ぐらいマイナスで推移してますけどね、まあ、これもでも先ほど言ったあのイエレン財務長官、あのこの方は景気市場重視という姿勢なので、まあ、あの現状の流れがやはりまだ継続してね、まあ、多少ねでももう去年の年末も言いましたけどどこかでこう修正の動きあるのかなと思ってますけど、もう2日3日ぐらいしか持たないですからね、だからもう最近の流れだと、上昇波動の中でも、ネガティブなこう要因が出てちょっと短期で何日かが下がったところがこう買い場みたいな動きに、なってきちゃってますよね。その後の反発力が非常に強いんでね、これもなかなか参加するタイミング難しいですね。難しいですね、あのある程度こうねこう下げてくれないとどうしてもこう心理的に買いづらいですから、まあ、そうは言ってもなかなか相場はその通りに動いてくれませんのでね、やっぱり勇気を持ってね、こうスタートしなきゃいけない場面もあるかもしれないし、ただまあそんなに危険を冒してまで、っていうふうにお考えの場合はね、やっぱりこう安全策を取るっていうこともいいでしょうし ね、タイミングが非常に難しいですよね。その難しいタイミングでね、今後どうなるかわからない中で、チョイワル先生がセミナーをやっていただけるということで、僕も出させていただきます。そうですね。今回ね、石田さんとアンジ、もう皆さん協力していただいてね、これはもう本当にね、申し込みがちょっとこのところ急増中なんで。この間ね、チョイワル先生が、うちの、 あの YouTube チャンネルの方に出ていただいて、そこで一気に申し込みが入ったんですよ。もうあの影響というか越境の影響が、ありがとうございます、非常に大きい、ちょっと親父ギャグ言っちゃいましたけど、まあ、あのコロナの対策も万全にしてね、あのお迎えする体制も整ってますから、まあよっぽどのことがない限りあの開催の方向で今、ぜひ皆さん安心していらしていただきたいと思います。どしどし、でもう一つメルマガがスタートということで、そうですね、こちらです、こちらの、伊藤さんと、コラボして、岡安商事の公式メルマガ一歩先行く投資生活、これも皆さんに、あのご好評いただいてるんですけども、もっともっとやっぱりあのメルマガ登録していただいて、あの読者登録もっと増やしたいんでですね、あの内容的にも面白い内容ご好評いただいてるんで、ぜひねどんどんこのマグマグで一歩先行く投資生活で検索をしていただきましてね、いろんなこう相場の情報やら、岡安商事のイベントの情報、こういったあの、チョイワル先生の公開セミナーの情報とかね、そういったものも盛りだくさんで入れてありますんで、ぜひ皆さんにもね、たくさんの方々に読んでいただきたいなと、ぜひ皆さん、1月23日のセミナーとメルマガの方を、チェックしていただければと思います。ぜひチェックしてみてください、ということで、あの大塩さん、今年も優待離脱でぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日も人気者チョイワル先生の今週の一発予想のコーナーでした。大塩さん、ありがとうございました。ありがとうございました。